どうも佐久間伸幸です、ラフラフ YouTube いつもはですね公式お兄ちゃんの東京ホテイソンが仕切るんですがちょっと緊急の収録でホテイソンのスケジュールが合わなかったということで今回は、僕が仕切らせていただきます。はい、プロデューサーが仕切るまあもうねもう大丈夫ですね。そういう状態はもう超えていってますからもう。一つまた嘘だろって仕事が飛び込んできたんですよ。テレビ東京のゴールデン2時間半の関ジャニがやってるありえへん世界っていうのの普通のスタジオゲストっていうの。すごい。うん、ワイプしたりあと村上くんになんか振られたら喋ってね。はい、はい、頑張ります。でもねこれもね VS ウエストランドを見たプロデューサーが、まあ、多分急遽枠が席が空いてたから急遽のオファーだったと思うんだけど、見た人がおじゅん佐久間さんのアイドルどうですかって連絡をくれます。すごい。だからやっぱ一個一個の仕事を頑張っていくとつながっていくんですね。ほんと一緒にやっていくのはこちらの皆さんです。面白い面白い面白い、みんな面白い。お笑いのことは私たちに任せて。せーの、ラフラフです。はいはい、なんで俺が一瞬今止まったかっていうと、はい、だいたいそうなるよっていうイエーイってやってくれないからね別にね。その一瞬間があった時に心折れないことが大事だからね。めげずにやる、うん、自分たちでイエーイって言った方がいいよだから、うん、自分たちで言った方がいいよ。本日行うのはこちら、ラフラフのオールナイトニッポンゼロ本番直前大練習スペシャル。今、まあ、収録のタイミングで言うとあと2週間ぐらいだよね。はい、ということで大チャンスではあるが大ピンチでもある皆さんということで、本番も近づいてきたので今回はなんとその番組を担当するスタッフを、もう直接呼んでみました。そんなことしていいんですか。まあ、オールナイトニッポンゼロのディレクター、ラフラフのオールナイトニッポンゼロも彼が担当してくれます、斉藤くんです。はい、もう直接スタッフを呼んでいくシステム。オールナイトニッポンのディレクターやってます斉藤です。よろしくお願いします。はい、お願いします。僕のオールナイトニッポンゼロのディレクターも斉藤くんです。はい、はい、で、今回のラフラフのオールナイトニッポンゼロも斉藤くんがやってください。はい、でちなみに担当の作家さんっていうのがラジオにはあるんだね。で僕のオールナイトニッポンゼロは、福田くんっていうのがやってるんだけど、今回は決まってるんだっけ。もう今回は高井さんっていうちょっとベテランの、うん、放送作家さんをお願いしました。高井さんはどういう。高井さんは今まで AKB のオールナイトニッポンとかずっとやられてたすごいアイドルのベテラン、それこそジャニーズのラジオとかもかなり多くやられてるので、うん、じゃあもう本当にプロが入ってくる。そうですね、プロ中のプロが、はい、ということになってます。はい、はい、斉藤くんは YouTube とかの動画に出たことあるんですか。あるわけないじゃないですか。ないよね。ないよ。それはないよね。うん、だから俺のラジオのリスナーも喜んでると思うよ。斉藤がこんな前面に出ることないからね。斉藤くんは他に、僕のラジオもやってるんですけど、他にどんなものを担当してるんですか。あとはマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロとか、あと朝の番組とかアニメの番組とかちょっといろいろやってますね。なるほど。はい、あれなんかエヴァンゲリオンのオールナイトニッポンもやってたんだっけ。やりましたね。はい、そう、衝撃のエヴァンゲリオンのオールナイトニッポンエヴァンゲリオンが好きっていうだけで抜擢されたんです。抜擢されたな。今までで一番好きだったラジオって何なの。まあ、それこそ僕が一番最初についたアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロとかは好きだったし。あ、それ AD で。そうです、 AD で。でついててもちろん好きだったし、普通にリスナーとして聞いてたのは文化放送でやってたアニスパっていうラジオなんですよ。それが基本的には、まあ、アニメをフィーチャーしていくみたいな感じのラジオなんですけど、パーソナリティの2人がアニメの話全然しないんですよ。はい、脱線したトークを永遠と繰り返してるのがめちゃくちゃ面白くて、でその時僕全然アニメにも詳しくなかったし、ザッピングしててたまたま聞いたラジオだったんですけど、それがもう本当にハマった。今注目してるラジオって何かありますか。長屋春子さんのオールナイトとかはめちゃくちゃ聞きやすいです。緑黄色社会の、はい、そうですね、緑黄色社会のボーカルの24時間とかは本当に聞きやすいんで、皆さんちょっと一回聞いてみていただけると。そうかもしれない。女性でアーティストなのに、
気さくだしね。そうなんですよ。しかもなんか声 もちろんいいし、声もいいし、なんか語りかける口調がすごい聞きやすいっていう、はい、そうだよ、本当声がいい人羨ましい。俺ね、オールナイトニッポンゼロ始めて一番最初に、ね、俺のラジオを聞いてくれたキングヌーの井口くんが、なんか佐久間さんの声って砂利食ってるみたいですね砂利食ってるみたいな声だなってキングヌーの井口くんに言われたんだからアイドルのラジオで気になってるのありますか？アイドルのラジオ、オールナイトで言うと久保しおりさんの、うん、久保さんってでもオールナイトは今20歳とか21ぐらい、20歳ぐらいでまだ始めて1年経ってないの割には上手すぎるよね。上手すぎますね、うん、はい、自分の趣味とかね、そういう好みとかちゃんと出してんだよね、うん、すごい、すごいよね。ラフラフのメンバーは毎週ラジオって聞いてる人とかいますか？はい。あ、じゃあ斉藤は？私は佐久間さんのオールナイトニッポンと、フワちゃんさんのオールナイトニッポンを聞いてます。あ、そうなんだ。はい。フワちゃんのオールナイト好きなの？なんかあのハプニング回だけ聞いてます。なるほど、噂になったやつをラジコで聞いてるってこと？はい、なんかハプニングが起きたっていうのをなんかそのツイッターとかで知って、なんかどういうハプニングが起きたんだろうっていうのを気になって聞いてます。なるほどね。はい。高梨は佐久間さんのと、あと新内舞さんの頃からの乃木坂46のオールナイトニッポンが好きで。そうなんだ、はい、そっか、アイドル好きだったら そうだよね、はい、乃木坂のオールナイトの魅力は何ですか？なんか特に私は新内さんがされてた頃のやつが好きで、その新内さんのすごいゆるっとした会話なんですけど、きちんと起承転結があって、乃木坂さんのことをあんまり知らない人が聞いても、あ、面白いとか、もっと乃木坂46について知りたいって思わせてくれるようなラジオだなって思いました。お前就職活動とか受かりそうだな就活がうまくいきそうな受け答えだなすごいちゃんとしてたね。ちゃんとしてましたね、はい、そして新内さんはね、元 OL だったのもあるから、あ、 OL もやってたのもあるから、なんかあのそういうなんかあのアイドルファンだけじゃない人も結構聞けるトークしてくれてたよね、確かにね、はい、うん、忘れてたんですけど、す、私井森美幸さんのラジオを、千葉のラジオをずっと聞いてたんですよ、うんうん、それ言うの忘れてました。ラップとかもするんですよ、うん、井森さんは、はい確かラップとかもそういうコーナーがあったりとか、うん、井森さんのやっぱエピソードが毎回面白くて、うん、そうなんすごいんですよ。絶対にファーストチョイスそれだったな。はい、間違いない普通に忘れてました言わなきゃと、言わなきゃと、はい、俺のラジオ聞いてるのはどうでもいいのよなんかその回は春日さんがなんかお父さんとしてなんかちょっと頑張ってて、ちょっとなんか荷物を電車に置いてきたみたいな話をされてて、ちょっとこれお父さんと一緒だと思ってちょっとなんか嫌な気持ちになっちゃってお父さん、お、そうか、だって43歳ってことはお父さんとそんな変わらないもんね。だからなんかお父さんみたいって思いました。聞き方が違いました、ね、違う、やっぱ15ロス臭いが聞くとお父さんラジオなんだな。確かに。私はラジオ聞いたことないんですけど、なんかいつも学校に登校するときに朝なんかラジオって物で聞くのってありますか？なんかスマホじゃなくて機械みたいな。ああ、だからそれラジオだよラジオって物で聞けるのもラジオだよいつも持って投稿してる子がいるんですよ同じ高校の子で、え、そうすごいよね。だからなんか変わった子だなと思いながら、しかも音がもうめちゃめちゃ漏れてるから、いつもその子を見て、あ、今日もラジオ聞いてるなと思いながら撮るので、ちょこちょこ耳に入ってくるやつだけ聞いたことあります。あ、この世にラジオってのがあるんだな、存在するんだなみたいなのだけは分かります。ラジオをやる上で、まあ経験がなくても大事なことって何ですか？アイドル4人でやることにで注意しなきゃいけないのは、もう内輪にならないっていうことですかね。一番は、はい、聞いてる人に向けて喋るっていうところがやっぱ大事かなとは思いますけど。絶対にやっちゃいけないことは？絶対にやっちゃいけないことは、言っちゃいけないことを言わないっていうのはもちろんなんですけど、うん、一番 やってほしくないことは、リスナーのメールに対して本気で怒ったりしないでいるそんな人たまに本当それこそ新人のアイドルの子とかが
リスナーからあのツッコミのメールをもらって本当に傷ついちゃう。あー、はい、なるほどね。本当に傷ついちゃってあのその後本当黙ってるみたいなことは本当にたまにですけどあります。真に受けないというか真正面から捉えずに笑って流して反省するぐらいのことでやってほしいなっていう感じですかね。まあ、リスナーはいじってくるけどそれは番組を面白くしようとしてくれるね。そうです、はい、あの敵じゃないんでリスナーは、敵じゃないんでリスナーは、敵じゃないんでリスナーは。じゃあ心の中でもう一回やってみよう。リスナーは敵じゃないって。リスナーは敵じゃない。なんでお前が言ったの？リーダーなの。代表させていただきます。あとはカンペを出したらもう素直に読んでくれっていう感じですかね。はい、今この話を続けるとあんまり盛り上がらないから、トーク変えようとか、そこの、答えはこっちの方がいいんじゃないかなみたいな感じでカンペを出したり、作家さんが、あとはディレクターからその耳でトークバックっていうんですけど、あの本人たちにしか聞こえない声で指示を出すので、そういうのには素直に従ってくれると嬉しいなっていう感じですね。え、従わない人いるの？いますよ。いる？いますいますいます。カンペ出されてもこの話やめないってこと？あの、うん、それを読まずに独自のボケ路線に走って、うんうん、ずっと滑り続ける人とかはたまにいらっしゃいます。はぁ、はい、それ相田以外で？相田さんはめちゃくちゃ素直に読みますよ。特に意識しなきゃいけないことって何なんですか？今回のラフラフのラジオで今回は特に意識しなくちゃいけないのは、自分たちのことを知らない人に向けて喋るっていうところが多分一番かなっていう。まあ、あのデビュー前の人たちがやることなんてもうほぼほぼないので、はい、基本聞いてる人の8割は自分たちのことを知らないって思ってもらった方がいいのかなっていう。だからさっき言ったみたいに内輪にならないように、細かく細かく説明していく。まあ、それがくどすぎると逆に離れていってしまうので、そこら辺のバランス見ながらやっていくのが一番いいかなっていうふうに思いますね。なるほど。あとね、そうだ、俺から一個だけ言わなきゃいけないことがあった。あのね、3時はね、寝ないで突入すると本当めちゃくちゃ眠くなるからね。俺はもう水曜日の朝めちゃくちゃ早起きしてる。で、22時か23時に1回寝れるようにしてる。それは1年半か2年かけてそういうふうにしたんだけど、眠すぎるから。だから土曜の朝早起きした方がいいよ多分。土曜の朝めちゃくちゃ早起きするか遅く起きるかのどっちか決めて。土曜の3時っていうのが、要は1時3時がオードリーで、オードリーって今日本で一番人気のあるラジオじゃない、もう名実ともに。だからその流れで聞いてくれる人が頭はいるんだよね。だから頭の10分が大事って噂を聞いたんだけど、これは本当？そうですね、頭どれだけリスナーを逃がさないかっていうのが一番大事にはなってくるので、頭って基本的にみんな調子悪いんですよ、でも。そっか、はい、単発でやるあの特番のパーソナリティの皆さんはだいたい4時から4時半にかけてブーストがかかってくるので。そうだよね、はい、慣れてきてね。そうだから、あの単発の特番本当にあのいつももったいないなっていう状況にはなりがちなんですけど、頭でいかに自分たちを見せれるかっていう感じかなっていうふうには思いますね。ただやっぱり特番のパーソナリティって自己紹介から入らなくちゃ絶対にいけないので。そうだね、そうだから、そこら辺の自己紹介とかもちょっと工夫しないとなっていう形だと思います。はい、ということでみんなに宿題を出していたんで見せてもらおうと思います。なるほど、佐々木のはこれはこうやって YouTube でやってることも知らない人もたくさんいると思うし、うん、あとなんか4人がグループを作ってなんか今日起きたこととかを報告し合ってるみたいのを聞いて、うん、なんかそういう必死さをまず伝えればなるほど、なんかついてくれるかなって思って、この10分にもうここまで対策し私たちしたんだよっていうのを言って、はい、共感をもらうとかっていうことね。はい、そういうこと。まあ、でもこれはちゃんとしてるんじゃない？ちゃんとしてますね。はい、日比野はオードリーさんお疲れ様でした選手権、ここでどれだけ可愛く言えるかでも、どれだけオードリーさんにごまするかでも、うん、何でもいいから、とにかくオードリーさんお疲れ様でしたをめちゃくちゃよく言おうっていう企画です。あ、オードリーさんお疲れ様でしただけで頭の10分乗り切ろうとか、高梨、テーマ縛りしりとり、なんか初めはやっぱり緊張するかなと思って、まあ、この出る側のウォーミングアップも含めて
しりとりとかだったらみんな聞けるし、自分も慣れてるかなと思って、例えばいやいや、お前いける？緊張の一番最初にお前しりとりでトークすることできる？林は？私たちの武勇伝を言います、はい。まあ、自己紹介も必要ということで、自己紹介がてら私たちはデビューもしてないのに VS ウエストランドに初回ゲストで呼ばれたり、デビューもしてないのにオールナイトニッポンやってますみたいな感じで、まあ自己紹介みたいな感じで武勇伝を言います。あ、まあ、だから自己紹介をそういう、こう強いキャラクターみたいにやる、強そうに言います。それはどう？あ、いいんじゃないですか。でもどれだけ自分たちが、何をやってるかっていうのは自己紹介代わりになるんで、非常にそうじゃないでしょうか。だから突っ込んでくれる人がいないと本当にマジで生意気なやつってなっちゃう。なんでそこら辺の見せ方はちょっと工夫が必要かなっていう。まあでもそのぐらいアピールするのはいいことだね。はい、藤崎。モッツァレラチーズゲーム。モッツァレラチーズゲームってどういうゲームだっけ？なんかどんどんモッツァレラチーズっていう、のをテンションを上げていくんですよ、うん。それをさっき撮ったんですけど、ラフラフのオールナイトニッポンゼロって言ってるから何回も繰り返して、うん、みんなでテンション上げていこうっていう。オールナイトニッポンゼロっていうのをテンション上げていくやり方ってこと？はい。それみんなわかんの？やったことある？あ、じゃあそれ一瞬だけやってみてもらおう。オールナイトニッポンゼロ、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 あ、これ私、オールナイトニッポンゼロ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 。オールナイトニッポンゼロ、オールナイトニッポンゼロ。ああ、なるほどね。この辺がさ、何週目からかこう面白くなってくるゲームなのか。はい。一週目不安でしょうがなかった。これはどうですか、ハイトさん。飲み会でやってほしいですね。まあ飲み、これはね、あの明確にダメが出ました。夏目さんは？コンビニなんですけど、コンビニってきっとそのラジオを聞いてくださってる方も絶対1回は行ったことあるじゃないですか、うん。でその収録の前にこの4人にも聞いたんですけど、コンビニ行ったことあるみたいなので、そのメンバー同士の仲の良さのトークも含めて、あの皆さんにコンビニの話をできたらなって思って。これどうですか、ハイチさん。切り口次第かもしれないですね。まあね、あ、でもね、俺コンビニのトークは別に、あの日本全国聞いてる人全員分かるから、別にどっかでするのはいいと思うんだよね。あの親しみもあるし。でもまあオープニングの10分でやるかどうかってことだよね。そうです。まず自分たちの紹介しろよって。吉村。はい、佐久間さんあるあるっていう企画なんですけど、オールナイトニッポン私たちがやるのはオードリーさんの下だし、多分佐久間さんのリスナーさんも聞いてる方が多いかなって思うので、私たちにも共通してて、リスナーさんたちにも共通してる話題を話せたらいいかなっていう。なるほどね。お前本当企業の広報の人みたいな。広報の人みたいなプレゼンの仕方だし、内容だな。これは斉藤さんどうですか？あの引きを作るっていう面ではすごいいいと思うんですけど、あの、うん、本当は自分たちの話からしてほしいかなっていう。じゃあ斉藤。はい、私は、ラフラフのファン名大喜利ということで、そのラフラフは結構大喜利をやらせていただく機会が多いので、やっぱそれをちょっとできたらなっていうのと、こう日向坂さんとかこうファンの名前お日様とかあるじゃないですか、うん、やっぱそういうのをちょっと大喜利でそのラジオの中で決められたら面白いんじゃないかなって。ああ、なるほど。これどう、斉藤さん。うん、オープニングじゃなければいいかなっていう。ああ、そうね。でもファンの名前をつけたいっていう気持ちがあるのはいいよね、うん。はい、これからやっぱデビューするに向けて、なんかこのファンの方のことも思えたらいいなみたいな。長、はい、松。学生時代の、あの大学生組がすると思ったので、中高のエピソードを、あの私たちやっぱり学生だし全員だから、学生時代にあったことのトークをしろってことね。はい。ああああ、いや俺もだから、その長松にいつのタイミングで振ったらいいか分かんなかった。学生時代のエピソードって書いてあった。振らないで欲しかった。なんか気になったのありますか？あ、でも佐々木さんの、対策後悔は
やっても面白いかなっていう、これだけ自分たちがやってきたよっていうのは。なるほど、はい、うん、これだけ、ね、まあ、ハードル上がっちゃうかもしれないけど、はい、まあ、このぐらい本気なんだなっても分かるしね。そうですね、はい、うん、いいんじゃない佐々木。嬉しいです、うん、本当に嬉しそうだな。今アイドルについてるからこそできる話とか。お前すげえいいこと言うじゃん。藤崎のトークテーマいいよ。天才ですね。自分でね、まあ、いじってんな。いじってない。褒めてます。すごい楽しくなる笑い方をしてなと思ったので。動画を見終わったみんな、確認です。チャンネル登録は済んでますか？まだの人、登録ボタンポチッとお願いします。基本週に登録してくれたら忘れずに見られると思うよ。笑ったり泣いたり大喜利したりしている私たちが見れます。ラフラフの成長ドキュメントバラエティ、今なら子さんになれると思います。ってことで絶対チャンネル登録しておいてね。何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。